기도を物事を解決するために根本的なものを解決しない限りダメですよね。例えば仏像修理どったいくらいしっかりしないだけに、もう嫌がってもう一回倒れたらまだコバビジになっちゃう。だ修理になったらどったい、このどったいは人類は何人のことを一番弱いこと大きな間違いで、さっき言った時に皆さんゆっくり考えて、よく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 考えて、欲が考え方間違えてる。コロナウイルスの時にね、皆さん欲法がね、じゃあ治りたい治り、人類の欲は治りたい治りたい、根本的に治らない治らないでって言ってるけどさ、世界中いっぱいの人が人間死んでるなのにさ、常に全人類の時にマスクに集中力しようと思っちゃう。マスクね、マスクはご飯食べると外すとか関係ないんですよ。マスク外すと、1回外すと10回外すとそんな変わらないから。今菌がどこでもあるからさ、毎日検査する回数によりが人数変わるだけで、今日は一生懸命検査すれば全国全部検査50万人出てくるよ。俺は言うことを信じる。いや嘘だから、今日は東京はこう850人とか何百人が、これはみんなこの数字全部嘘の数字なの。検査により、検査により、みんな検査関係ない、一生懸命検査すると真面目やろうと私が、ね、怖い感じになっちゃうから。じゃ今日は誰も検査しなければゼロ人ですよ。検査しなければ、検査思わなければゼロ人ですよ。普通に生活やってると。だから皆さん真実知らない、真実知らないからいろんな問題出るんですよ。人間心善美、真実ことは大切、人間欲こと知る、光音色、光知る、光る愛、宇宙の愛ことに対して、皆さんこういうこと知らないから、コロナウイルスどこから飛んでくる、そんな大きい全地球の規模のことに対して、自然から飛んできたんだよ。もし人間から飛んできたら自然から収まるから、天の力は皆さん想像以上ぐらいすごいよ。人間どんなにやっても天片手でやったらもう収まれって終わっちゃうんだよ、終わっちゃうんだよ、簡単に終わっちゃうの。なかなか全人類収まらない、収まらないから、これは自然の企画なの。大自然、人間に対して計画してる、攻撃してる、人間に様、人間様に間違いことをやってるから、少し自然のお知らせしてる。これは人間唯一こっちのコロナウイルス収まることに天に対して理解する、衝突しない、どこか間違いことに対して道、どこか間違いことに対して、羊みたいで間違えてる泥に入る前に柵入った、マスクつける、いろんな柵作って人間何とかいい方面に行こうと思った瞬間、しかし人間じゃなくて、人間やることは柵関係ないように破る、抵抗する、抵抗すると、いい、逃げろうと思った瞬間また柵作っちゃうんだよ。だから編集は早い、これからワクチンできた瞬間に人類は編集はもう、バイキン編集はもうワクチンより3倍くらい早くなる。生きる道間違えてる、本当に人間の幸せの道、人間何がどこか間違える、人間真実から離れてる。いいものは悪いものになっちゃう、いいものは悪いものを見る。